こんにちは、ゆかです。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。初めましての方は初めまして、ゆかと言います。私は12月までにチャンネル登録者数5万人を目指して今毎日動画をアップしております。なのでぜひチャンネル登録していただけますととっても嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。はい、では今日はですね、ダイアトニックコードについてご説明をしたいなと思います。はい、でそういう音楽理論ですけれども、音楽理論難しくてちょっととっつきづらいなって思ってる方に向けて、この動画ではもう世界一楽しく説明しようっていう意気込みで、はい、楽しくお話をしていきたいなと思います。はい、そして今日この動画をご覧いただく前に、主要3和音3コードについてお話しした動画が他にございますので、そちらをまず先にご覧いただくと、より分かりやすいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただけたらなと思います。はい、ではダイアトニックコードとは何ぞやと言いますと、ダイアとニック二人合わせてダイアトニックコード。はい、っていうコンビ名じゃなくって、はい、ダイアとニックじゃなくって、はい、ちょっと真面目にご説明しますと、ダイアトニックコードを一言で簡単にご説明しますと、そのキーの中でよく出てくるコードランキングトップ7のコードたちのことです。はい、そんなランキングあるのかよっていう感じたんですけれども、はい、このようにコードっていろんなコードがありますけれども、実はそのキーの中でよく出てくるコードっていうのは結構限られているんですよ。はい、でその中でも、よく出てくる7つのコードのことをダイアトニックコードって言います。はい、ではまずは今日も謎の曲を作りましたので、そちらをまず聴いてください。っていう謎の歌があったとしますね。で実は今歌ったこの歌、全部ダイアトニックコードだけで作られているんですよ。はい、なのでもう本当にダイアトニックコードだけでこういう簡単な曲だったら作れちゃうんですね。でこのダイアトニックコード7つのコードなんですが、はい、こういう名前がついておりまして、1度のコード、2度マイナーのコード、3度マイナーのコード、4度のコード、5度のコード、6度マイナーのコード、7度マイナーフラット5のコードっていう、7つそれぞれに名前がついておりまして、はい。で、それぞれを表すときに、こういうファイナルファンタジーみたいな感じで、こういう数字の書き方をします。で、この7つのコードそれぞれにキャラクターと関係性があります。はい。で、私は本当にこれが人間みたいだなって思っておりまして、はい。皆さんそれぞれに、こう、明るい性格とか、真面目な性格とか、みんなそれぞれ性格が違って、で、誰々ちゃんが誰々のこと好きとか、誰々と誰々は仲悪いとか、そういう関係性があるみたいに、このコードたちそれぞれにもキャラクターと関係性があるんですよ。なので本当に人間みたいだなって私は思うので、もうこの動画では、人間に例えて説明をしていきたいなと思います。はい、では今から、それぞれのキャラクターのイメージを、お話ししていきたいなと思うんですが、今からするお話はあくまでも私の中でのイメージの話ですので、皆様は皆様それぞれのイメージを、膨らませていただけたらなと思います。はい、ではまずは、1度のコードと5度のコードと4度のコードは、主要3和音3コードの動画の方でお話ししました。おさらいをしますと、1度のコードは学級委員。はい、みんなのまとめ役。そして5度のコードは、そんな1度くんの子とかもめっちゃ大好きな、はい、目もハートになっちゃってる子で。はい、で4度のコードはマイペースな、不思議ちゃんっていうね。はい、そんな感じで、お話をしました。では、その3つ以外の4つのコードをそれぞれ、お話ししていきたいなと思います。まずは2度マイナーのコード。
C のキーの場合は、D マイナーのコードです。はい。で、このコードのイメージなんですけれども、私の中ではすごい優しい子だなっていうイメージがあります。はい、こんな感じで目もニコニコして、はい、優しい2度マイナーちゃんです。そして、3度マイナーのコード、キー C の場合は E マイナーのコード。はい、このコードは私の中では副楽級委員長、副楽級委員だなっていうイメージがあります。こんな感じで、真面目な感じで、メガネして、三つ編みしてっていう感じの、はい。の学級委員って二人いましたよね。学級委員と副学級委員が。はい。そんな感じで、学級委員の一度くんと一緒に学級委員を、副学級委員をやっている女の子の、サンドマイナーちゃんです。はい。では、6度マイナー、キー C の場合は A マイナーのコード。はい。このコードは私の中では、可愛い子っていうイメージがありますね。で、可愛くて、ちょっと生意気で、で、こう学校が終わった後に、原宿とかに遊びに行ってる感じの、はい。そんな感じのイメージがあります。そして、7度マイナーフラット5のコード。キー C の場合は、B マイナーフラット5のコード。はい。このコードなんですが、実はさっきの歌に出てきていません。で、このコードはダイアトニックコードなんですけれども、そんなには出てきません。なので、私の中では、一匹狼っていう感じだなって思っております。はい、ちょっと一匹狼で、ちょっとナルシストみたいなね。ちょっとなんか花輪くんみたいな感じになってますけれども、はい、こんな感じのイメージです。で、それぞれの関係性なんですけれども、まずは二度マイナー。はい、さっきの歌で、2度マイナーから5度のコードに進んでいます。はい、そんな感じで2度マイナーから5度のコードに進む進行ってすごく多いです。なので私は、このね、優しくてみんなの相談に乗ってるような子って、結構ね、こう、5度ちゃんみたいな、あ、一度くん大好きって言って、こう、めっちゃ情熱的に、もう自分の好きなものに向かっていくみたいな子のことを、逆に憧れるんじゃないかなって思っておりまして、はい、なのでこうね、優しい子は、そういう子に憧れる。はい、なので2度マイナーは5度のコードに進むことが多いです。はい、そして、副学級委員の3度マイナーのコード、さっきの歌では、3度マイナーから6度マイナーに進んでいます。はい、3度マイナーちゃんはこうね、真面目な感じの子ですけれども、真面目な子でね、実はこういう可愛くてちょっと生意気で、ちょっと原宿とかに遊びに行ってるようなこのことが実は憧れてるんじゃないかなと思っております。はい、そんな感じで3度マイナーは6度マイナーに進むことが多いです。そしてその6度マイナーは、さっきの曲では2度マイナーに進んでいますね。そんな感じでちょっと可愛くて生意気な子は、実はみんなにすごい優しくて、いつもニコニコしてるような子のことが憧れるんじゃないかなっていうね。はい、そんな感じで、私の妄想なんですけれども。で、このそれぞれの関係性なんですけれども、こちらはですね、ぜひ、あなたが大好きな曲、はい、好きな曲を、例えばキー C の好きな曲があったとしたら、こんな感じで、C のコードは1度のコード、A マイナーのコードは6度のコードとかって一回ちょっと、書いてみていただいて、でご自身の好きな曲がどういう進行になっているのかっていうのを一度分析してみるとすごい面白いです。で、結構作曲した人が同じだと結構似たようなコード進行が多かったりする場合もありますので、そんな感じで、あ、自分の好きなこの作曲家の人はこういうのが好きなんだなとかっていうのも分かったりして、すごい面白いのでぜひやってみてください。はい、そんな感じでお話をさせていただきました。ではそれらを踏まえて、最初に歌ったダイアトニックコードの歌をもう一回、それぞれのコードのイメージ、それぞれの関係性をイメージしながらもう一回聴いてみてください。
話は以上になります。いかがでしたでしょうか？この動画が面白いねと思っていただきましたら、ぜひ動画の高評価ボタンをポチッと押していただきますととっても嬉しいので、何卒よろしくお願いします。はい、ぜひぜひご自身の好きな曲の分析をしてみていただけたらなと思います。ちなみに、どのキーでどのコードがダイアトニックコードかっていう、表をですね、私のブログに載せておりますので、ぜひそちらもご覧いただけたらなと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバーイ。